訓練には人員325名、航空機16機、オートバイ、高機動車などの車両12両、火砲4門が参加します。本日の降下訓練始めの様子はニコニコ動画のニコ生によりライブ中継されますので、ガーミンハンター3、コースよし、コースよし、よーい、よーい、よーい、降下、降下、降下。今降下しました。現在隊員が使用している落下傘は 696MI、 通称ヒトニーさんと呼ばれる落下傘です。試験降下員は落下傘が降下場内に降下するかどうか風の影響を確認するため、落下傘を操縦することなく降下します。今着地しました。続いて降下誘導小隊の隊員による落下傘降下のための気象測定について展示いたします。気象測定は降下訓練実施の可否を決定する重要な要素であり、上空風、地上風、視程および運行運量をそれぞれ測定します。今気象測定用の気球を放球しました。気球は1分間に650フィート約200メートル上昇し、地上風は地上において風向、風速を機材で測定し、視程は隊員の目視によって測定します。誘導する位置は先ほど展示した気象測定結果に基づき誘導係長が決定します。誘導する位置が決定すると対空浮板を転調します。対空浮板は航空機に飛行コースと降下を開始する位置を伝えるための機材です。対空浮板の転調が完了すると隊員は誘導位置を伝える発煙筒およびミラーの準備を実施するとともに周辺の警戒を実施します。ただいま紹介した機材等を使用し、無線機で誘導係長がコース誘導と降下の発揮を実施します。先頭から第一空挺団長児玉康之一等補、第一空挺団最先任上級校長根本和夫準陸尉、第一普通科大隊長特科大隊長、第一空挺団本部中隊長、先頭から空挺教育隊長小野寺博樹一等陸佐、最年少隊員吉田海斗一等陸士、最年長隊員小島博史陸曹長です。次に進入してまいりました航空機からは、先頭から第2普通科大隊長渋谷直樹1等陸佐、第3普通科大隊長中村雄三1等陸佐、後方支援隊長峰博信2等陸佐です。次に進入してまいりました航空機からは、先頭から施設中隊長福士和也3等陸佐、通信中隊長、以上で各指揮官等による降下を終了します。本日は3部構成となっており、第1部は各種航空機からの降下展示を予定しております。第2部では航空機を使用した各種戦闘戦技、光線訓練装置2型通称バトラーを使用した隊員同士による戦闘訓練を展示します。この光線訓練装置バトラーを使用することで、隊員の小銃から発射されたレーザーが命中すれば、射撃を受けた隊員は損耗表示され戦闘不能となり、また迫撃砲等の局射火力の弾着もシステム上再現でき、
リアルな戦闘訓練を実施できます。これは空挺団が日々行っている訓練であり、本日については各部隊ごとの予選を勝ち抜いた上位2チームによる決勝戦です。第3部は各種航空機からの自由降下戦です。第一空挺団による空挺降下及び航空自衛隊航空救難団の救難員による降下をご覧いただきます。大型輸送ヘリコプター CH-47 3機が侵入してまいります。まもなく上空からの落下傘降下の視察を終えた若宮防衛副大臣、小林防衛大臣政務官、黒江防衛事務次官を乗せたヘリコプターが順次到着してまいります。ヘリコプターがただいま到着しました。若宮防衛副大臣が降りてまいりましたならば盛大な拍手をお迎えください。になりました新成人隊員と今年の年男のほか80名の隊員が空挺降下を実施します。おおむね東京タワーの高さを走る新幹線の扉から飛び出すのと同じことになります。コールサインはコスモです。コスモ1番機現在降下とも進入。コスモ1番機C-130 が侵入してまいりました。航空自衛隊小松基地の第一輸送航空隊に所属しております。コールサインはカメルです。今降下が開始されました。 C-130 は高性能の高さから世界最高の輸送機とも呼ばれ世界各国で使用されています。外遊し機種左の地カメル4番機2番機から降下が開始されました。第1空挺団に配置された新隊員は約5週間の日本国家庭という教育です。コスモ2番機現在降下とも進入。コスモ2番機現在降下とも進入。
ます。本体に大きくカットを入れることで操縦性能が向上し、また着地の際ソグルの操作にて容易に風を抑制できるようになり、安全性が向上しています。キャメル導入された最新の空挺団であり、通称ひと三さんです。20人の両扉連続飛び出しに加え、特性に応じた空挺効果をご覧になっていただきます。オレンジ色の救命胴衣を作動させました。当初防衛における効果の場合、水上への効果も予想されるとした上空で救命胴衣を作動させ、水上着地に備えます。
入してまいりました大型輸送ヘリコプターからは沖縄県に所在する在日米陸軍の兵士9名が降下します。米陸軍が降下訓練始めに参加するのは今回が初めてになります。 OKOKOK
ICBM が進入してまいりました。今からは ICBM 技術を上空から進入しています。終了しました。交戦訓練装置バトラーにより戦闘訓練の勝敗結果をお知らせします。対象部隊は第2スクーター大隊第6スクーターです。航空自衛隊の使用している落下傘はベニティファイトスパイクと呼ばれるもので、それで傘が解散します。操縦艇は空中用落下傘にも優れており、ピンポイントで目標地点に着地することが可能です。降下している隊員は航空自衛隊航空救難団所属の救難隊員であり、救難最後の隊員といわれる救難のスペシャリストです。次は第一空挺団の隊員4名が自由降下いたします。今降下しました。解散した落下傘は MT4 と呼ばれる米国パラグライド社製の落下傘で、通常使用されている丸い球状の落下傘とは異なり、長方形の形をしており、90キログラムに及ぶ装備の傾向にも耐えられるよう、一般のスポーツパラシュートの約2倍の大きさで、重量は約22キログラムあります。第一空挺団隊員12名の自由降下です。最後の空挺降下となり、訓練前日の指令を飾っていただきます。今降下しました。12名の隊員が約1400m の高さから降下しています。本日は待機航路約1400m から降下しておりますが、酸素マスクなど装着により最高約1万メートルの高高度からの降下が可能です。最高度1万メートルから降下した場合、当奈良市演習場から東京駅までの距離を滑空する性能を有しています。訓練前日の終了報告をいたします。
我が国を取り巻く安全保障環境は一層厳しさを増し、このような中で平時から切れ目なく対応し、いかなる事態に対しても国民の命、平和な暮らしを守り抜くのが防衛省、自衛隊の使命であると考えています。そして国民の期待に応え、いざという時にありとあらゆる事態に即座に対応し得る部隊として、自衛隊の機動力の中核となることを期待されているのが第一空戦だったり、諸官が全国各地のみならず海外の共同訓練にも積極的に展開し、時には海の上に、時には海の上に降下するなど、過酷な条件の下で厳しい前線訓練に励んできたことを私は十分に承知をいたしております。訓練の性格上、ヘリコプターや航空機を飛行させる際には高温等で周囲の皆様方にはご迷惑が一度もかけいたしておることを十分承知をいたしておりますが、皆様方からのご理解とご協力がなければ、この日本の安全保障に必要不可欠な第一空挺団の提供性を向上させることはできません。皆様方のこれまでのご支援に心から感謝を申し上げますとともに、今後とも第一空挺団、自衛隊の訓練にご理解、ご協力を賜りますようお願いを申し上げます。ご検証とご発展を記念申し上げ、私からのご祈祷いたします。平成29年1月8日、防衛副大臣若宮健嗣。